ららぽーと東京米連絡橋南船橋駅は、千葉県船橋市若松2丁目にある、東日本旅客鉄道京葉線の駅である。西船橋駅から武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。駅番号は1011。西船橋駅への連絡線である京葉線二俣支線の分岐駅であり、同線を通って武蔵野線の列車が一部乗り入れる。当駅では便宜上、二俣支線は武蔵野線と案内されることが多い。開業前の駅名には、所在地から取った若松という仮称が付けられていた。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している新習志野駅管理の業務委託駅。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。駅舎は高架下にある。指定席券売機、自動改札機、自動精算機設置駅。参考資料、武蔵野線、京葉線建設の経緯と線路配線。鉄道ピクトリアル第52巻8号2002年8月号 1.24 番線では、スイッチ、3番線では、低築制作のメロディを使用している。なお、2016年6月25日まで、1.2 番線では、スイッチ制作の海辺の散歩、4番線では3番線と同じく海岸通りを使用していた。2020年度の1日平均乗車人員は 18,027 人である。開業後の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。ホームから見えるイケア、若松団地と高層マンション船橋競馬場、ビビット南船橋駅の北側に船橋競馬場、北東に多日干潟、南側に若松団地、南西にイケア、北西にららぽーと東京米、ららぽーとの北側にはビビット南線橋がある。ららぽーとへは駅西側の鉄道高架下の遊歩道を歩いていくと迷わずに行ける。なお、遊歩道には2019年6月までに動く歩道が整備された。現在のイケアの敷地は1993年から2002年まではららぽーとスキードームスソス。その隣接地には2016年まで船橋オートレース場があった。南口駅前に広がる空き地は千葉県企業庁管理の土地だったが、2013年に船橋市に売却され、公益的複合施設、社会福祉施設、生活複合施設、商業施設を作る計画が進められている。駅前南口の少し離れた場所にロータリーがあり、そこに路線バスや客待ちのタクシーが乗り入れている。出店広報資料、プレスリリースなど一次資料。ありがとうございます。